世界、バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。2016年、それから2017年、ずっとトレーダーにおいて、バイナリーオプションスペシャリスト日本一から世界一になった半間陽先生です。1億円投資の達人です。今回はね、そのバイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生が作った、最高の家ですね、マク系統と二通りなんですけれども、出品いたしました。価格は3万円ですけれども、大変素晴らしい家で楽な投資方法ができる家です。ストラジーテスターで3年以上のバックテストをしまして、設定値を調整してください。通貨国万能です。M5 でですね、 MT4 の5分足でがいいんじゃないかというふうに思っております。それでですね、一つの通貨で投資しないで、何十カ国も同時にストラジーテスターで最適化の設定値をで一番安定性のある稼ぎのある設定値にしまして、投資するという方法です。で、そうしますと年に、2倍ぐらい資金を増やしますので、口座のですね。そしてまた1000万以上の資金に耐えられる高機能な完全自動売買とプログラムがされています。銀行のように金利が 1%、2% じゃなくて2倍に資金を増やすことが可能です。厳密にストラジーテスターで、常時分析してですね、1ヶ月ぐらいに調整していくといいと思います。全部をですね、最適化しまして通貨国、20個以上通貨国で投資されるのが一番いいとは思うんですね。で、スプレッドは抑えられたものがいいと思います。今回今最適化で分析しておりまして、その画面をお見せいたします。3台のパソコンを使ってまして、左側で最適化してます。このインジケーターですね。OSMA というタイプですね。こちらも OSMA というタイプの分析をしてます。このように、EA を手にしましたら、このようにね、最適化してですね、今131ドルの利益でドローダウンが64ですね。大体ね、実際では通してみると同じぐらいドローダウン出ますからね。この辺は見てね、よくで、これ上は AUD USD なんですね。下が USDJPY ですね。これはどうかというと、144ドル儲けて、ドローダウンは55ドル出てると。で、これ2倍は出ますからね。注意してくださいね。3倍ぐらい出ることありますから。これ余裕持って投資してください。それで、こういうふうに通貨国ね、様々 AUD と USD で分析してますけども、20個ぐらい同時に投資することで、均等に投資することでね、年に2倍、資金の2倍を稼ぐことができます。そうしますとね、安定するんですね。で、この EA はね、 Mac タイプとこの OSMA タイプ のテクニカル分析系統はね、ズドーンといきなり落ちることはございません。ズドーンといきなり落ちることはできません。そんなことでね、これも最適化分析します、しております。
で、このストラジーテスターですね、あのセットファイルは用意してありますから、その通り通してください。ファイルがありますから、これで、あの上のエクスパート設定でね、ファイルを読み込んで、セットファイルを読んで、最適化してください。それで、あの3年以上で投資すれば、今、2015年から2018年ということでね、分析してるわけなんですけどね、あのこのように分析していきます。それでね、このなんですけども、利益が3年間で149ドルで、ドロダウンが63で、必ずね、利益のより下回ってるドロダウンがね、ものを選んでくださいね。一番いい安定性のあるので投資してください。これを20カ国で、これ多重で投資できる、優れた家で、高性能な家なんですね。で、3万円で影響してますけども、1000万円以上の資金で投資できるという。それで、複利系統も設定ができますけども、あまり複利系統では投資しないようにお願いいたします。危険性があります。少額資金でたくさん稼ぎたいときに使うものですね。大きい資金では、複利方式はものすごく設定値を下げるか使わないようにしてください。とてもバイナリーオプションスペシャリスト社の浜山先生が作った最高の、家で、これつけっぱなしにしとけば自動売買できますから、楽ちんですね。金利で儲けようなんていう、少ないのじゃ全然、意味ありませんから、このように安定したね、スペシャリストが作った家、高性能な家を使ってください。USDJPI はサンプルで、無料で提供してますので、USDJPI をね、固定通貨は同じ機能です。ただ、US で JPY しか使えませんから、ただそれでも稼げますからね、ぜひ